場所は有馬街道温泉すずらんの湯さんです。なんとこちら日帰り温泉施設なんですが、 RV パークもやってらっしゃってて、なんと1泊3000円で泊まれちゃうんです。プラス利用料1000円大人1人かかるんですが、まあ、合計で4000円ですね。なんですがチェックインが10時から、そして翌日の23時まで駐車することがOK なのと、なんともうチェックインを10時に済ませたら翌日の夜の本当11時まで温泉がなんと入り放題なんです。最高すぎませんか？それで4000はかなりねお得なんじゃないかなと思って、本日はこちらに駐車させていただいて、せっかくなのでワンちゃんと一緒に有馬を大観光していこうと思います。ということで本日のマリチャンネルも最後まで見ていただけると嬉しいです。すずらんの湯の駐車場に今いるので、ここから有馬の方、もう温泉街のね方まで歩いていきたいなって思ったんですが、なんとここからはかなり遠くて、現在地がねここなんですよ。ってことは有馬にいますとかって言ったんですが、ここはちょっと有馬じゃないみたいですね。神戸市の北区です。でここから有馬の方に行くにはちょっと電車で行かなきゃいけない感じで、歩くと3時間以上かかっちゃうので、ワンちゃんと一緒に電車に乗って有馬温泉の駅まで向かおうと思います。まあ時間はねたっぷりあるから、ゆっくりゆっくり観光していこうかなと思います。せっかくだからこの有馬温泉の周りで食べ歩きとかねしていきたいなって考えてます。よし、じゃあこっからお散歩行ってきます。今ちょっと歩いてきたんですが、ここですね、北すずらん台駅に向かって約18分歩いています。途中坂道といろいろあるんですけど、まあ住宅街の中に入っちゃったらすごい静かだし歩きやすいので、はあ、いい運動だ。着いた。ちょっと待ってね。ちょっと待っててね。すぐだからね。行こう。口で乗り換えて有馬温泉に行くのか。 OK、 大人1人470円ね。470円。ありがとうございます。あ、こっちだ。
あれ誰もいないあ、書いてある書いてある、有馬口で有馬温泉行きに乗り換えって書いてありますね。すごいね、久しぶりの電車でね、テンション上がっちゃいました。ワクワクするもうちょっとだよ、もうちょっとで着くからね。お待たせしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は有馬温泉行きです。次は到着しました。人いっぱいいますね。さすが観光地、雰囲気がマジで最高。すごい滝みたいな音する。あ、川の音があるのかな。こっち行ってみよう。おー念願のありません、嬉しい。こっちの方歩いてみるか。これが有馬川ですね。ここはワンちゃんとお散歩しても大丈夫そうなので、ここでちょっとねリュックからワンちゃん出してあげようかなと思います。なんかすごい見た感じ透明に見えるな。全然濁ってるようには見えない。あ、だけどあそこがちょっと茶色かったり、やっぱり赤茶色の部分があるから温泉の成分が入ってるのかな。これこれが見たかったの。これがあの豊臣秀吉さんです。実はこの豊臣秀吉さんは有馬温泉が大好きすぎて、生涯の中で9回も有馬温泉に浸かったとされている、とても有名なね伝説があるんですけれども、有馬を愛しすぎちゃって湯の山御殿というものを作ったそうなんです。完成する前にお亡くなりになってしまったんですが、実際にそれの跡地が展示されているそうです。
ったんですけど、どこも混んでるからうまく撮影できるかなっていう不安と、まあちょっと様子見ながらお散歩して食べていこうかなと思います。熱々、美味しそう。ごめんね、お待たせ。でーん。ダメよ、前出ないで。人いっぱいいるからさ。ちょっと待ってて。ちょん。熱々のうちにいただきます。あー、美味しそう。ちょ。食べない、リリちゃん。リリちゃん、ダメよ。ほんと食いしん坊なんだよね、リリは。では、じゃーん。おー、美味しそう。いただきます。なんか見た目は全然普通に肉まんなんだけど、どうなんだろう。めっちゃ山椒の味がする。ピリッとねして、スパイシーですごい美味しいです。でもね、全然イノシシっぽい、なんていうんですか、臭みっぽい感じは全くしない。すごい美味しい。だから何を、ちょっと山椒が強いからお肉の部分はダメよ。皮だったらいいよ。ミリちゃん優しくよ。ちょっとそうそうそう、はい、行こう。去年、はい、あれだよ、あれが金の湯だ。すぐ目の前にあった、あそこが源泉、有馬温泉の金の湯です。ずっと行きたいと思ってた。奥の方に足湯があるみたいなので、早速食べたら行ってくると思います。有馬温泉には2種類温泉がありまして、金の湯と銀の湯とあるんです。その一つ目、金の湯到着です。下は全く見えないですね。うわ、気持ちいい、あったかい。めっちゃ足湯気持ちよかった。今ね、足湯に浸かったので、このまま不動坂のところを行き、まっすぐ行くとここに銀の湯があるので、ここまでちょっと歩いてみようと思います。薬師如来、奈
奈時代温泉で人々を病から救おうと行基商人が724年に建立しました。国の重要文化財に指定されてるんだそうです。おー、こっちにはお寺があってこっちには神社があるんですね。東泉神社と呼ばれていて、有馬温泉を発見したと言われている大名無知の御事と宿儺彦奈の御事など神々が祀られています。温泉寺の方が撮影不可だったので撮影しませんでした。なので、おお、すごい階段続きだ。の歴史が書かれています。有馬温泉の歴史は古く、神代の昔、大名無知の御事と宿儺彦奈の御事のニシンが3羽の傷ついた鳥が湧き出した泉で傷を癒しているのを見つけて温泉を発見したのが始まりだと言われております。なるほど、そういうことだったんだ。有馬のモンベル店なんですか？ちょっとね、見つけちゃったんですけど。お店は閉まってるっぽいけど、有馬モンベルって書いてある。面白い、そうなんだ。ではもう銀の湯金の湯まで歩いてきたので、このまま下に下がってまた食べ歩き再開していこうと思います。マジでお腹すいた。気をつけてね、道狭いからね。あ、ここだ。これインスタでめっちゃ見てたんですよ、この唐揚げ専門店。これめっちゃ美味しいらしいんです。なのでちょっとここで有馬の山椒唐揚げを。あ、どうしよう、これもいいな、カレー味もいいな。山椒セット、これにしようかな。3種のセット一つお願いします。ありがとうございます。お腹すくよな。いい匂いするな。ね、いい匂いするなって。はい、ありがとうございます。いい匂いするね。ちょっと待って、山椒とかカレー味とかちょっと味ついてるのはダメよ。まずシュシュね。ちょっとだけ。そう。ゆりちゃん待って。ゆり食いしん坊だから。いいじゃん、はい、ちょっとだけ。では、いただきます。揚げたってホクホク超美味しい。サクサクです。あ、威嚇されてる。ダメだ。ごめんね。ごめんね、ごめんね。こっち行かない。リリちゃん。ほら、ちょっと怒ってるから。ね。怒ってるから。おいで。
岩なり宣言っていうのって、昔美人が宣言の前を通ると嫉妬してお湯が噴き出していたことからこの名が付けられたと言われています。嘘この下の方がめちゃめちゃ赤茶色になってるんですよ。これは温泉の成分がね、酸化によって鉄分がいっぱい入ってるから酸化によって赤くなっちゃったんだそうです。すごいね。特に鉄のパイプとかは外に出しておかないとすぐ錆びてしまうので、もう常に常に交換するんだそうですよ。しちゃったんですね。なんか今日テレビの取材とかあったんですか？そうです。なんか、あ、そうだったんですね。テレビ。あ、3軒もすごいですね。人気だわ。大阪、テレビ大阪で新しい新番組来るんですか？へぇー。天童よしみさんが来られて。え、そうなんですか？うん、今日？天童よしみさんはおとつい。あ、一昨日来られたんですか？はい、後取り。あ、そうだったんですか。うん、なるほど。手焼きの耳なんですけども。いいんですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。わー。優しい。優しすぎませんか。お店の人がすごいご厚意でくれました。これせんべいのこの耳の部分なんですけど、嬉しい、ありがとうございました。せっかくなのでいただこうと思います。一番本当はこれが食べたかったんです。炭酸せんべい、賞味期限がなんと5秒なんですよ。5秒。やばくないですか。でもね、今日はね、3本立ての映像のテレビのなんかお仕事がいろいろ入ってたらしくて、それはもう忙しかったですよね。すごいお忙しい中ご好意でくださって本当にありがとうございます。ではいただきます。うん、おいしい。めっちゃパリパリ。なんかすごくね、優しい味がする。優しくてなんか懐かしい味がします。もう5秒以上経ってるけども全然いい。めっちゃ美味しい。原材料がね、小麦粉と砂糖だけなんですよ。牛乳とか卵とかは一切使ってないそうなんです。なんかちっちゃい頃に食べた離乳食のような味がする感じだから皆さんから愛されてて、懐かしい味がするねって言われてるんだそうです。有馬温泉、とっても素敵な思い出ができました。本当に大好きになりました。また来ます。それではこれからすずらんの湯に戻って車中泊していこうと思います。心の声、素晴らしい旅をお楽しみください。
ますと、兵庫県の郷土料理かす汁を作っていこうと思います。兵庫県民さん、かす汁はお家でよく食べられているんでしょうか？私人生初めてなので、ちょっとね、再現していこうかなと思います。じゃーん、こんなのがスーパーに売ってたので買ってみました。今夜はかす汁にしませんか？イエスということで、これに豚汁の具っていうのもこのままパックになって売っていたので、これを具の材料として入れていこうと思います。このね、かす汁っていうのは酒粕だったりとか、お砂糖とかお酒、そして醤油とか、鰹節や昆布などのエキスが入っているものになります。これに具材は椎茸とネギ、両方とも兵庫県産です。そして油揚げ、これも兵庫県産。ただこれだけ、すいません、チリ産しか売ってませんでした。これはね、普通に切り落としのアラですね、チリ産の鮭です、すいません。これしかなかったの。だからこのお魚を入れて、お野菜入れて、でこの酒粕の出汁入りのかす汁につけて食べていこうと思います。イエーイ、楽しみ。どんな味するんだろう。準備完了。これ入れすぎた。どうしよう、分量的には合ってるんだけど、私の使ってる鍋が小さすぎて。水分だけでも取ろう。白味噌みたいな感じですね。とろっとしてる、美味しそう。これでよく混ぜて、そしてきちんと火が通って、あったかく具も煮えたら完成って感じですかね。おー、美味しそうだ。じゃーん、完成しました。かす汁です。なんかね、見た目はめちゃめちゃホワイトシチューかっていうぐらい真っ白なんですが、あー、美味しそうな匂いしてきました。いただきます。これはちょっと初体験だぞ。今まで感じたことのない美味しそうな匂いがする。では早速お野菜と鮭一緒にいただいちゃいましょう。やばい、めっちゃ美味しい。この鮭のね、出汁も効いてるんですけど、この酒粕の甘さ、濃厚さだけど、めっちゃめっちゃまろやかなんですよ。なにこれ、すごい美味しい。粕汁の素が結構ボタッとしてたから、うわ、結構アルコールいっちゃってるかなって思ったんですけど、水で薄めてるからなのか、もう完全沸騰してアルコール飛ばしてるからなのか、めっちゃ美味しいです。もう全然ね、お酒って感じしない。見た目とかこう香りとかはすごいお酒なんですけど、魚介の和風クリームシチューっていうのかな、ちょっと表現が難しいんですけど、とってもとっても美味しいです。まろやか。お魚だし野菜だし、もうどんどん進んじゃいますね、これは。ほほほほほ。
今から温泉入ってくるね。あったかくして待っててね。今日いっぱい歩いたから疲れたっしょ。いいか、いいか、みーちゃん、いいか、いこう。さあ、いいか、いいか、いいか。お留守番ね。寝てていいよね。行ってくるね。すっごい気持ちよかったです。もう朝から入れるなんて最高ですね。ゆったり使ったのでね、もう朝過ぎて今もうお昼なんですけど、今からお昼ご飯を作っていこうと思います。今回はチェックアウトが23時で夜の本当に11時までなので、もうのんびりゆったりできるということで、ちょっとね時間をかけて豪華に作っていこうかなと思います。じゃーん、使う材料はこんな感じになります。スーパーでねいっぱい安いの買ってきたんですけど、まずはこれ、もう全国的にも有名だと思うんですが、このベビーチーズ、なんと作ってるのは兵庫県なんですよ。知ってました？いろんな種類あったからね、ちょっとノーマルなものと、こちら初めて買ってみました。プレミアムベビーチーズゴルゴンゾーラ入りだそうです。なんか高級感がありそう。両方使って、この少しお買い得に変えた生ハムに巻いてサラダにして食べていこうかなと思います。そしてこちらはライスパスタなんですが、グルテンフリー 100% のパスタです。これでトマトのスパゲティを作っていこうかなと思うんですが、こちらにもじゃじゃじゃーん、瀬戸内牛 20% 引きで少しお安く買えました。本当はね神戸牛とか買おうかなって思ったんですが、さすが高級なお肉なのでスーパーなどには売ってませんでしたね。でもね、瀬戸内牛でも十分すごく脂が乗ってて美味しそうなので、こちらで作っていこうかなと思います。まずは昨日の鍋で残ったネギを使っていきます。固まっている、やばい。ちょっと出た。あ、美味しそうな匂いが車内をめちゃめちゃ包み込んでいます。トマトを入れてきます。コンソメ、見た目は全然どっちがどっちか分かんないですね。ちょっと白っぽいのがゴルゴンゾーラかな。なんかもったいない、これ半分に切るかな。
多かったかも。まあまあまあいいでしょう。最後にパルメザンチーズとバジルをかけて、よし、今日のランチ完成です。めっちゃボリューミーで豪華。ではでは、いただきます。あー、美味しそう。まずはもう早速このパスタからいっちゃおうと思います。なんかちょっと体育会系の部活終わりの食事みたいな感じになってるんですけど、量がね、多分これ 2,3 人前ぐらいあるんですけど、お腹が空いちゃったからいただきます。美味しい。油がすっごいね、トマトに染みててとっても美味しいです。しっかりとトマトソースとね、こう絡めて、ニンニクもたっぷり使ったのでパンチもしっかり効いてますよ。このライスパスタすごい美味しいです。麺がね、柔らかくて、なんかちょっとそうめんみたいな感じなのかな。お米っぽさが全然なくて、米粉っぽさも全然ない。なんか柔らかいんですけど、とっても食べやすくて美味しい。あ、これどんどんいけるわ。これめっちゃ作っちゃったなとか思ったけど、いや余裕でこれ全部完食できる。では続いて生ハムのチーズ巻きいただきます。おいしい。生ハムにチーズ合う。うん、これゴルゴンゾーラだ。おいしい。後からね、スーッとゴルゴンゾーラの味が口の中にほどけていきます。おいしい。今回の有馬旅いかがだったでしょうか。もう最高に楽しみました。なんかね、バンライフしながら、そして電車も使いながら、いろんなところを歩いて、いろんな温泉巡りだったり食べ歩きもできたし、最後はこんな感じで豪華な車中飯を食べることもできたので、とっても幸せでした。今回もありがとうございます。ということで、本日で兵庫旅一旦ちょっと終わりになります。お仕事の関係上関東に戻らなければいけないので、もうもっともっともっと兵庫を巡っていきたいんですが、今回はこれで一旦終わりで、また冬が明けて暖かくなったら兵庫に行きたいなって思います。とってもとっても楽しかった兵庫、また訪れていこうと思いますので、今後のマリチャンネルも見ていただけると嬉しいです。有馬温泉いいな、車中飯、そして食べ歩き美味しそうだなって思っていただけたら、いいねと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。